星のカービィスーパーデラックスを作り終えた後、1996年、任天堂64の時代がやってきます。私はスーパーデラックスのアフターケアなどもした後、一人で 3D の勉強をしていました。当時はシリコングラフィックスのマシンでソフトイマージュを動かし、モデル、モーション、カメラ、レンダリングなどを覚えていきました。まあ、スーパーデラックスの開発でも少しは CG ソフトに触れてはいましたが、絵だけ、それも他のアーティストが作るものでしたしね。そして任天堂64ソフトとして2つの企画を立てます。1つは4人対戦型バトルロイヤル格闘、スマブラの原型です。1つは監視カメラをハックして進むラジコンロボットアドベンチャー。この2つのプロトタイプ案を実際に作ってみることになりました。企画やグラフィックやモデルやモーションは私、プログラムは岩田さん、正確にはサウンドがもう一人います。ここで貴重な映像、そのプロトタイプ版、通称格闘ゲーム竜王をご覧ください。必殺技と回避、アイテムなどはまだありませんが、ゲームのルールはまんまスマブラであることがわかると思います。ちゃんとスマッシュ攻撃や空中ジャンプ、シールド、ダッシュ、ご方向の空中攻撃などもあります。戦場地形になっていますね。変えることもできますが、この頃のモデル構成は非常に不自由でしたが、それでもちゃんと動いていると思います。この竜王とラジコンアドベンチャーの試作、どちらも任天堂の方には高く評価されました。そして機会を待ちました。機会を待つというのはですね、会社のいろんなスタッフはすでに別のソフトを作っていました。つまりスタッフがいないと。発表された中では 64DD のマザー3やゲームキューブ版とは関係ないスノボ風のエアライドもありました。他いくつかのソフトが作られていましたが発表されていません。それらが軒並み発売されなくなったことにより、可及的速やかにソフトを仕上げる必要がありました。ラジコンアドベンチャーの方もかなりの手応えを感じていたのですが、まともに作ったら2年かかるであろうと思いました。それでより早く完成できそうな4人対戦格闘を作ることになりました。少し前の段階の話に戻りますが、スマブラがどういう発想で企画を考えられたのか。格闘ゲームのアンチテーゼとはよく言われるし、実際私もそう言っていますが、格闘ゲームを否定しているわけではないのです。格闘ゲームは非常に面白いです。何しろ駆け引きは最大に発揮されるジャンルでしたし、多くのメーカーが切磋琢磨されていたわけで、白熱していたのも頷けます。ただコンボについて、これは駆け引きではないと思っていました。最初のヒットからうまく攻撃をつなげられるかという遊びの中には、対戦相手のテクニックの介在というのはありません。コンボ重視のゲームが増え、駆け引き要素などは下がっていく。わからない人や初心者にはなおさら見ているだけの、やられているだけの状況が増えてしまうと。結果が操作により決まりきることではなく、もっと差し合いやアドリブ性みたいなものを求めることはできないかなと考えました。結果として蓄積ダメージシステムが生まれました。相手のリアクションが毎回異なる。画面外に飛び出したらダメージがどうあっても負け。これはいけるのではないかなと思いましたね。もう一つ、ゲームを考えたのは1996年ですが、この頃は格闘ゲームのコマンド入力がやたらと複雑化していた時でもありました。中にはすんごいコマンド入力もあります。そこでパッドの方向プラスボタンでシンプルに直感的に操作できるものを目指しました。なおスマッシュ入力、つまり弾きという概念が生まれています。素早く倒すとより強く攻撃したりジャンプできるという。
64でアナログスティックが実装される際できることを考えた結果です。無段階の方向、無段階の深度に目が行きがちですが、私は入力が完成する時間に目をつけました。なお、スマブラといえば任天堂の様々なキャラクターが出ることが売りの一つですが、これは企画書上には書いておらず、後から交渉することになります。コンシューマーの格闘ゲームにおいて難しい点の一つに、主役がいきなりいっぱいいるという要素があります。例えばゼルダの伝説なら、リンクという主人公がいて、その他のサブキャラクターや敵がいる。方法上、そういったことを順番に展開していけばイメージが伝わるのですが、格闘ゲームの場合、いきなり主人公が8人とか12人とかいるわけですよね。お客さんに対して知らない人がいきなり12人とかいても親しみや取っかかりを持ちにくいですよね。アーケードの格闘ゲームならとりあえずプレイしてみることは可能だし、他の人がプレイしているのも見ているわけだから問題解決できます。少なくともどちらかを応援しているなりすれば、そのうち感情移入もできようものです。だけど何にも知らない、新入生キャラクターがいきなりずらっと並んでる状況については、客観視してちゃんと取り組むべきだと思いました。結果として任天堂の人気キャラクターをお借りすることになりました。この最初のイメージには、結局最後まで悩まされることになります。スマブラが完成した時、同じ任天堂内外でも、ゲームをよくプレイする開発関連の方々などは喜んで遊んでくれたのですが、営業や問屋などからは、任天堂のキャラクターが殴り合いなんてとんでもないと拒否反応を起こされたものです。まあ遊んでないうちからですけどね。また従来の格闘ゲームが頭に染みついている人にも、浸透が難しかったです。駆け引きの種類が全く違うので、偏見もなかなか拭えません。それを補うためスマブラ券などを制作していたりもします。結局発売してからこれは面白いと評判受け、じわじわと広がりました。結果往来、いやそれ以上の成果ではあったと思いますね。当時支えてくださった方々、どうもありがとうございます。なお私にとっては初めての声優さん起用タイトルでもあります。カービィの公式声もここで決まりました。スマブラはルールを変えてプレイした方はご存知の通り、いかようにも設定できる柔軟性を持っています。アイテムありあり、ステージランダムの4人担当でアバウトに遊んでも良いし、アイテムなしワンワンでガチガチに遊んでも良いと、好きなところだけ好きなように遊ぶという方針は初代にしてある程度確立できていると思います。はい、というわけで次の企画コンセプトのカテゴリーは大乱闘スマッシュブラザーズデラックスのお話です。